は、新千歳空港から松山空港までの、この、旅の最終回を、お届けします。どうぞご覧ください。おはようございます。5日目の朝です。空港近くでレンタカーを返し、バスで空港まで移動します。それにしても、緑が綺麗ですね。空も綺麗ですの。新千歳空港へ到着です。広いの。店もたくさんあるの。飛行機の出発までかなりの時間があるので、空港内をブラブラします。ブラゲディン。ソフトクリームがうまい。それにしても広いなぁ。オイラも飛んでみたかった。今日の最後の晩餐は、お茶漬けでサラリです。ソフトクリームも、ペロリです。搭乗時間となったので、目の前の飛行機に乗れると思いきや、LCC なので、空港の隅までバスで移動です。ドナドナです。本当に、端っこを。タラップ付きです。エアフォースワン、そっくり、ですね。行きも帰りも、翼の上です。
ちゃくちゃ楽しかったぞ。北海道。富士山を探そうと思ったのですが、耳が痛くて、それどころじゃなかったです。脱出島、ですかね。来ました。本当に5日間夢のように楽しかったです。この旅で悔やまれるのは、京都にも行けばよかったと思うのと、函館の北島三郎記念館に行けなかったことです。でも、本当にこの旅は最高の旅でした。旅先での各施設の皆さん、旅先で出会った皆さん、お世話になりました。ありがとうございました。以上でこの旅の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。